嫌悪感を表す女性嫌悪の表情嫌悪とは、憎み嫌うこと。いやいやや縁をとも言う。反疑語は愛好。汚いもの、食用に適しないもの、伝染性があるもの、逆らいたいもの、存在して欲しくないものなど、不愉快な思いを催す物事に関連した感情である。チャールズ・ダーウィンは人間と動物の表情についてで、嫌悪感が不愉快なものに関連していると書いた。 類義語に憎悪があるが、憎悪は相手に対する敵意や攻撃性を示唆するのに対して、嫌を、いやいや、英をは不愉快だとして拒否したいという意図を示唆する。英語におけるヘイトレッドは、広く、嫌いだ、消し去りたいと念ずる感情を指すのに対して、ディスガストは、第一に味覚によって引き起こされ、次に、嗅覚、触覚、視覚によって引き起こされる、ムカつきを指す。 嫌悪感はロバート・プルチックによって基本的な感情の一つと書かれた。またポール・エクマンの基礎的な6感情の一つにも含められている。恐れ、怒り、悲しみなどと異なり、嫌悪感は心拍数の低下を引き起こす。嫌悪感は食中毒を防ぐか感染症のリスクを低減できる傾向に起源を持ち、自然選択によって進化したと考えられている。 嫌悪感は多くの場合、糞尿や人体からの分泌物、解体された肉、昆虫などと結びついている。他の直感的な感情と同様に、嫌悪感にも本能的な側面と社会構築的な側面がある。心理学者、ポール・ロジンは子供たちの嫌悪感の発達を調査した。ジョナサン・ハイトは、嫌悪感と道徳に関する。 様々な伝統的な概念の結びつきを調査した。ハイトは、社会的、直感的な理論で、道徳的規範の違反に対して起きる、明らかに合理的でなく、感情的な反応を説明しようと試みている。進化人類学者、ウィリアム・マコークルは、人間が死体を、特殊化された方法で取り扱いたいと願う儀式化、された衝動が、感染症の接触感染に関連しており、 嫌悪感の起源と結びついていると考えている。マコウクルは嫌悪感の電波が実際の毒性や感染症の危険性と無関係に起きると主張した。しかし死体は行動の主体性に関する様々な精神的システム、例えば心の理論を刺激し、また捕食者の存在などを示唆することによって社会的知性を刺激する。このような刺激が 死体の儀式化された取り扱いの起源となった。さらにマコークルは、嫌王感の電波が、嫌王のような生物学的警報システムを利用する、進化的精神システムの一種だと推論した。アメリカの指導的な哲学者、マーサ・ヌスバウムは、ハイディング・フロム・ヒューマニティ、ディスガスト、シェーム、アンド・ザ・ローと題された2004年の著書で、嫌王感や恥と、社会的規則の関係を論じている。 近年の研究では女性と子供は男性よりも嫌悪感に陥りやすいことが明らかになっている。研究者は進化の視点からこの発見を説明しようとした。フメリーでの調査は人が嫌悪感を覚えたとき、不快な味を感じたとき、嫌悪の表情を見せられたときに前島皮質が活発に反応することを明らかにした。 ハンチントンブトウ病を患う多くの患者は嫌悪の表情を認識することができず、また、嫌悪感を催す味や匂いに反応することができない。嫌悪感に対する認識の欠如は、ハンチントンブトウ病の患者の中で、他の兆候より早く現れる。ありがとうございます。